青年団体によるバンダー・フォーゲルの活動第一次、世界大戦後の1920年代、バイマル共和成果のドイツでは、青年運動が広く展開していた。それらは、ベルサイユ体制に対する反発、義勇軍運動、極右団体との連帯、新ナショナリズム思想である、保守革命といった、当時の時代精神に基づくナショナリズムに、裏打ちされた運動だった。 世界大戦の敗北、ドイツ革命と関連して生じた一連の政治的経過は、ドイツ青年ナショナリズムの理念発展に本質的な作用を及ぼした。バイマルの1920年代は、青年運動の花盛りであり、青年の国を夢見る青年の理念が大々的に流行する時代であった。トーマスマンによれば、青年の思想を知っているのはドイツ人だけとされた。 宗教改革は彼らの若さから来る未熟さや凶暴性から生まれたものであり、青年期にありがちな存在と遠いのギャップに悩まされる現象は優れてドイツ的だと考える。1927年にシルギユーダンを結成したラスモとドイツ青年運動の独自性を強調している。この発言は大板ナショナリズムの文脈のものであるが、 しかしこのことを差し引いてもアナーキスティックで新しい実験意欲に燃えるバイマルが戦後における青春理念の流行、青年運動の爽快化に格好の場を提供したのは間違いない。ビスマルクの近代化が外的繁栄の影に潜む内的魂の貧困化の問題をもたらしたとき、いち早くこれを感じ取って19世紀市民文化を否定する反近代運動の先兵の役割を果たしたのは 青年運動である。その中で代表的なものがバンダー・フォーゲルだった。バンダー・フォーゲルは他の運動の独自の展開を許さない固い組織力を持つカトリックの南部ではなく、主として北部における組織力が弱く近代化に伴う孤独に苛まれやすいプロテスタント系の都市の市民階級を発生基盤とする現象であり、その心情は資本主義に反対でありながら、 同時に、プロレタリアートのマルクス主義にも馴染めない、いわゆる、中産階級的ソーシャリズムであり、この意味で、その運動は、市民階級出身者自身による、市民文化の否定として、社会的ともぐいの性格を持つものであった。この運動は19世紀末、ヘルマン・ホフマンというギムラジウムで、即帰術のクラブを作っていた若い学生が数人の仲間と語らって、自然地帯を、 商用したのが始まりとされるが、ホフマンの意思を継いで、実際にこれをワンダーホーゲルとして組織的に展開していったのは、同じ即機会のメンバーで、ホフマンの右腕として働いていたカール・フィッシャーである。土地測量技師を父に持つベルリン生まれのフィッシャーは、第一次世界大戦中は、チンタオで日本軍の捕虜になっていたこともあり、後に、ナチ時代には、 青年運動の功労者として、ナチの送金を受けている。リーダーとして後輩に対して、先制君主のごとく、振る舞った、小ヒトラーのフィッシャーはホフマンによれば、ヒトラーと同じく決して笑いを見せたことがなく、スパルタ的鍛錬を重んじ自分の強靭さを示す。ために、タバコの火を自分の腕に押し付けるほどの男で、指定クリッツの人々は彼を、狂ったフィッシャーと呼ぶほどだったという。 年下の者は手を挙げた、入るの挨拶で彼を迎えた。彼の過激な方式にこらえかげて、後に彼らから独立して別のナンパのバンダーフォンゲルを結成したコーパレは、フィッシャーのことを次のように批評している。このような、フィッシャーのフューラーとしての彼の姿勢や、協楽性を否定する突き詰めた禁欲的姿勢は、後のバイマル時代における青年運動の特質を示している。 しかし、紅派乱派の区別を問わず、資本主義産業社会、機械文明、ブルジョアの飲酒と道徳に対する反発から都会を離れて各地を商用する。これら若者たちはギターを肩にかけ、半ズボンを履き、リュックサックを手にして、森や田園を民謡を歌いながらさまよい歩き、感想や納屋で夜を明かした。彼らが夜に宅かがり火は彼らにとって神聖なもので、あり。 火をつける者は団体の中の上位の者や彼らに委任された者に限られていた。炎が作り出す光と闇の明暗は彼らにとって自分たちの光の世界と両親や学校の暗黒の世界との対立を意味していた。メラメラ燃える炎は彼らの運動そのものを意味していた。彼らの心情の根底にあったのは市民社会の偽善的生活に対する本能的反発であり、 人為性に対する自然の力説であり、市民社会に忠誠を誓っている国家、教会、教授の権威やパトリアカルな父親の権威に対する反発であり、知性に対する情緒や内的魂の賛美であり、科学文明によって切断された主客の融合を求め、バイタル7魔を求めて、自然の懐に復帰しようとするプリミティブズムと宇宙への一体感であり、産業革命によって踏みにじられた。 素朴な民謡への教習であり、虚職を取り去った、生活の簡素化であり、学校生活で味わわされる上から押し付けられた、指導者のもとや、近代の打算的なゲゼルシャフトの世界では、体験されるべくもない、信頼するリーダーの下でお互いに気さくに、君で呼び合えるゲマインシャフトリヒナな友愛に満ちた、同志の精神である。と彼らが、高らかに歌った、この文とは、 何らかの目的を追求する結社ではなく、はっきりとしたイデオロギーを追求するという意味での、世界観組織でもなく自然の交流体であり、人々が心の支えを得るべきはっきりとした術を見出した場所であった。更新するヒトラ青年団行動意欲に駆られる青年層は、大戦後、各派の政党にとってその勢力を伸ばす大きな足がかりとなった。戦後の諸政党は、 時代精神を体現する青年の組織づくりに熱を入れていた。1918年には DNVP がビスマルク青年団を組織。1919年には KPD がドイツ共産青年同盟、スピードは社会主義労働者青年団を結成し、1920年には Z はビントホルスト団退役注意が1809年の タイナポレオン戦争で倒れたプロイセン将校、フェルディナント・フォンシルにちなんで結成したシル青年団からベルナーラスが分かれて組織した団体。ラスはエルンスト・ユンガーの同志で、その思想はナチス・サハのシュトラッサー兄弟に近かった。1923年、ビリー・バルト・ヘンチェル博士によって考案され、後にブルーノ・タンツマンとビルヘルム・コツゲによって組織された第一復帰運動と、 人種改善を目指した団体。中高ドイツ語で、アールトとは濃厚を指し、マーネンとは、人々のことを指すと言われる。後の新英体全国指導者のヒムラーや、ナチノーリン大臣誰やナチゴ用哲学者ローゼンベルク、後のアウシュビッツ強制収容所所長ヘスもこれに加入していたことがあり、後のヒトラー青年団指導者シーラッハもしばしばその、会合に顔を出した。 ワイマール共和国の政治思想ドイツナショナリズムの反民主主義思想、ケイゾントハイマーチョ、川島幸夫、和慶平役、1976年、19ページ、トーマスマン、マルコ周平役、ファウストゥス博士新潮世界文学、35、1947年、121ページ、 大ドイチジャガンドビューイグン1920ビス 1933S971 クレメンスフォンクレンペラージャーマニー S ニューコンサバティズム It's History and ジレン i l e m m a in the 20th Century プリンストン 1958P46 ハリープロスユーゲントエロスポリティックダイゲシヒテデアドイチェンジャガンドバーバンドシャースバーラング 1964S75 フォルティシモ ジョージ・エル・モッセ、ザ・クライシス・オブ・ジャーマン・アイデオリジー、インテレクチュアル・オリジンズ・オブ・ザ・サード・ライヒ、ザ・ユニバーシティ・ライブラリー 1971S216、カール・サイドルマン、グラパ、ソジール・グランド・フォーム・デア・ユーゲント、テイユ・イチ・ダーステロン、ヘルマン・シュロー・デル・バーラグ 1970S316、 大ドイチジャガンドビューイ軍1920ビス 1933S919 でドイチジャガンドビューイ軍1920ビス 1933S46 でドイツジャガンドビューイ軍1920ビス 1933S951 でドイツジャガンドビューイ軍1920ビス 1933S959 で、ドイチェ、ジャガンドビューイ軍19 19、1920、ビス、1933、S974、ドクター、ハンスイコール、ヨアキム、ショウップス、ルークブリック、ダイレッツトン、ドライスク、ヤーレウント、ダニッチ、に、ウフル、ハウデアンド、スペナーッシュ、バーラグズベッチ、ハンドラン19、1963,S78、S81、ドクター、ハンスイコール、ヨアキム、ショウップス、 ルークブリック、ダイレッツトンドライスクヤーレウントダニッチ、ニ・ウフル、ハウデアンド、スペナーッシュバーラグズベッチハンドラン1963、S38、フリッツ・ボーリンスキーウェルナー・ミルヒ、ジャガンド・ビューイグン、ダイベシヒテデア・ドイチェン・ユーゲント1896から1933、ジパ・バーラグ1967、S63、フェリックス・ラーベ、 大バンドレッシュ有限とエインビトラグツアゲシヒテデアバイマーラーリパブリックブレンタノバーラグ 1961S203 ありがとうございます。